ゾンペッタイさんから、僕の友人に老人ホームで働く介護士がいるんです。彼は昔から高齢者と接するのが大好きで、念願かなって今の職に就いているんですが、数年前施設の納涼祭にて憧れの矢沢永吉さんのモノマネを披露するから遊びに来てほしいと言われ、家族で行ったんです。会場には立派な矢倉が立ち、提灯が飾られて、そして出店出店からはいい香りがして、雰囲気は絶頂に達していました。そして彼の出番になり、舞台に登場。髪をビシッと決めて、革ジャンから見える肌を見せつけ、マイクスタンドを斜めに持ち、唇を尖らせ、みんな盛り上がってるかとマイクを会場に向けると、今誰出た矢沢永吉さんのモノマネの、あ、マリの知ってる人じゃない、じゃないんだ、うん、あ、そっか、勉強不足ね。そしたら、みんな盛り上がってるかいと、あ、今は誰、矢沢永吉さん。どっからどう撮ってもそうでしょ、みんな盛り上がってるかーいと、今うるさいな、この後が面白いんだから、味噌なんだから、この名称この後が味噌なんだからって言ったらもう台無しだからね。メッセージあった、もう静かにしなさい、みんな盛り上がってるかーい、くれくれ、味噌が来る。マイクを会場に向けると、全員しかと続けて、みんな行くときは一緒だぜとマイクを向けると、またまたしかと、僕らでさえ返事をするのが恥ずかしくなるほど冷め切った会場に、歌い終えた彼はみんな恥ずかしがり屋だなと汗を拭い、満面のド笑顔。帰りの車内で嫁が、ただ耳が遠かっただけじゃないのとつぶやいていましたって。ほらあんた台無しにしてしまったよ、もう爆笑のどっかんどっかん笑いを渦のはずだったのよこのメッセージ。老人ホームでお客さん全部ご高齢だから耳遠かったんじゃないの、わっは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 っていう。でもこれはじゃあ森太郎さんが自分が笑いを取ろう取ろうってするから、うん、違うでしょ。私はもうほらアナウンサーですから、ちゃんとその時の状況を再現して伝えなきゃいけないっていう使命があったわけですよ。あ、なるほどね。そう、それでそうなっちゃった。それがうまくいかなかったかもしれないけれど気持ちはそうよ。一応面白いメッセージだった、はい、あ、姉ちゃんからツイッター、木曜日だからじゃないのって合ってる、前は金曜日がおかしかったけど、うん、あなたはおかしくないってことは金曜日じゃないからってことじゃあ明日おかしくなるわけ、あり得るよね。もう週末は始まってるよ、始まってる。